はい、いつもガクチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。キャラは濃いけど頭は薄めのタートルでございます。今日はですね、以前来ました、はい、アラゴラ食堂さん、ね、こちら美味しいんですけど、はい、管理栄養士さんがいる、美人の管理栄養士さんがいる、はい、あの食堂ですね、はい、でここで月1回ですか、はい、あのドローン体験、アラゴラドローンっていうですね、はい、ドローンを使ってですね、体験をできるってことですね。あの運動音痴なカー君がどれだけうまくいくか、はい、まだやったことないんで、はい、あの簡単に考えちゃってますけど、はい、難しいでしょうね。そうですね、安藤さんのね、アラゴラドローンさんで今日一日ドローン体験をしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ドローンで一発目で、はい、ドローンパお願いします。ドローンパ、ドローンパ、むちゃぶり。あ、こちらですごいです。お、これみんなドローンです。はじめまして、カブと申します。ユッキさんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。カブと申します。よろしくお願いします。私体験したことないんですけど、はい、今見てびっくりしちゃってるんですけど、はい、こんなちっちゃなものから、はい、これに比べたらやや大きく感じるんですけども、はい、やっぱ用途としても全然違うものなんですかね。そうですね、この辺にあるやつは僕たちが主に、はいはい、室内のレース用に、はいはい、作ってるもので。レースなんですね。そうですね、レース用のドローンで、これがまあ撮影用ですね。ここから室内の撮影用、外での撮影用、はいはい、主にその体この体験会ではどんなことをやらせてもらえるんですか。はい、体験会はですね、こちらにあるのがドローンの体験会で使っているドローンなんですけど、これを実際に飛ばしていただいて、あそこに光っている輪っかを練習をしていただいたりとか、あとはもうこのカーペットが下にあるんですけど、はいはい、そこから出ないように練習してねっていうふうな練習、あとはまあ上手い方ですと、じゃあここからここに移動してねとかっていうような、こうドローンスクールでやるようなカリキュラムを実際に組んでやる場合もあります。はい、54歳であんまり運動神経ない私ですけど、はい、大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。お願いいたします。じゃあそれです。それでは実践したいと思います。はい、まずこちらのコントローラーと、はい、このドローンだと思うんですけど、こちらの スイッチって言うんですか、このリモコンのコントローラーは、この DS みたいな、DS テレビゲームでなんか見たことありますので、まあ、形は似てます。これは違います。任天堂スイッチのリモコンではないですね。はい、違います。違います。この左のスティックを上下これでバインド繋がった状態になります。そしたらモーターを回すんですけど、はい、あ、そうです。はい。やばい。あ。でもそれ覚えてたんですね。覚えてます。緊急停止だけは覚えてます。すんごい汗かきました。いや。すごい面白いですよ。ガー君、ガー君、はい、この顔に当てていただいて、はい、今ザーッとなってると思うんですけど、なってますね。そのままちょっとお待ちください。はい、じゃあ、どうぞ。こう、なんかすごい曇ってます。あの、ね、換気のファンで回ってるんですけどね。
すごいすごい。これは流行らせたいですね。ああ、なんか風が髪の毛少ないから風を感じる。狭いとこ、あれ、最後はカー君のボスの頭の上に着陸して終わりにしますか。すごいね、すごい涼しかったカー君は。はい、楽しいアラクラドローンさん の操縦をしてきたんですけども、アラクラドローンさんはこの活動を何歳してるのかっていうことを聞きたいんですけども。あ、分かりました、ありがとうございます。実はですね、アラクラドローンでドローンの体験団体なんですけど、はい、もともと僕18歳で、はい、都内にいた時消防団に入って、はい、そこでいろんなこう災害とか、はい、また 3.11 を経験する中で、当時の消防団員だった時に、自分でこう災害の情報を取りに行けるような手段ってないのかなっていうのを考えた時にですね、ドローンに行き着きまして、ドローンを始めたんですが、やっぱりドローンのこう認知率とかっていうものがすごく低かったので、はい、ドローンのイメージ改革が必要だなと思ったんですね。で、イメージ改革をするためにドローンの体験会とか、あとは映像制作をする中で、ちょうど妻の実家がこちらにある山梨にあるので引っ越してきて、で山梨でも同じ活動がしたいということでこのドローンを始めたんですが、今はですね、こういうドローンを使った映像制作とか体験会っていうものをやってるんですが、僕自身が本当にやりたいということは、こういう小型のドローン、これカメラがついていて、はいはいはい、映像を転送する能力があるので、うんうん、崩れかけてる家の中とかにこれで入っていって、まあ、人命の捜索とかができたらいいかなというふうに思ってます。警察犬とかやっぱ災害救助犬っていうのもかなりコストをかけて作っているもので、万が一何かあった場合にやっぱそれがかわいそうですし、もったいないことになってしまいます。ただこれだったら1台 2,3 万円で作れるのでコスパもいいですし、転用も効くので、災害対応とかに、災害対応などを最終目的として僕は今やってます。で、未来のパイロット育成と、まあ、ドローンのイメージ改革なんかも体験会や映像制作を通じて、まあ、やっているというような形になりますね。はい、素晴らしいです。こう災害とかこう、はい、人命に関わるようなことにこれを伝えたとしたら、はい、すごい画期的なことですよね。ありがとうございます。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。Facebook の方で情報を発信させていただいているので、はい、アラクラドローンで検索いただければ出てきますので。ちなみに参加費っておいくらぐらいかな。この体験会です。そうです。ここに関しては場所代と機材の使用料を含めて、1グループ1000円です。1家族か。安いですね。本当ですね。ありがとうございます。はい、この興味があってもやっぱり周りにやってなくてどうもこう手つけれないっていう人が多分いると思うんですけど、はい、こう相談にもこう乗っていただいて、もう全然来ていただいて大丈夫です。実際にここで体験会をしていただいて、はい、あなたはこっちのドローンの方がいいんじゃないかとか、あと FPV をしたいって言ってもやっぱ乗り物用意しちゃうとダメなので、はい、実際僕らの操縦を見て、はい、合う合わないで、合うんであればじゃあいきなし FPV って5万円って買うのも変だし、資格取るのも大変だから、じゃあこの HS210 という機体を買って1日15分から20分を1週間から10日続けて、それで大丈夫だったらドローンは多分好きだから、じゃあ次のステップ一緒に考えていこうかというような形ですね。カー君の実力はどうですか。はい、かなり良かったと思いますよ。はい、お世辞じゃないですよ。お世辞じゃないですよ。良かったです。はいありがとうございました。ありがとうございました。喋るのは下手なんですけど、喋ることは好きです。チャンネル登録、グッド、はい、押してください。はい、お願いします。はい、進行。チャンネル登録、はい、グッドボタン、はい、よろしくお願いします。はい、それでは次の映像に向かって、はい、進行。